続きいきます。まあ、迷った挙句ではあるんですけど、まあ挙句までいかねえな、挙句まではいかない、単純にテッシーに竜のお守り2つつけようと、でポットに守りのマフラーだと。もうこれ単純ですよね。もう防御力を上げてと。うん、そんな感じですよ。まあもう鉄士っていいでしょう、攻撃力は。あれ、トリーの、ちょっと待って、トリーの靴下はポッと装備できなかった今。装備できるよね、ポッと。あれ、トリーの靴下出てました？出てない。なぜ？ポットだからか、ポットだから装備できないとか、そんなんなん。まあ天女のピアス、そうだよな。そう、結構ね、多分攻撃力以外にもいろいろ強いのが出てきそうだから、そんなに大量買いしなくても、また買ってここで後からね、後から後悔っていうのを、頭痛が痛いみたいになっちゃうから後悔する後でね、うわー、まだまだいいの出てくるじゃんってなるから、まあいいかなと。竜の翼だけ買いますか。じゃあ鳥の靴下はとりあえず買っとこう。せっかくね作ってもらってあるんで。テッシーだったら多少下がっても、これ作ろう。竜のやつだけもらって、まあ多少素早さね下がっても攻撃力上げといた方がいいかなと。よし、あの海の戦いがね、ちょっとね火力不足なんで、これはいいわ。大丈夫っす。これ一回話すとね、こうなっちゃうんですけどね。大丈夫っす。素早さも大事だけど、ちょっとパワー押しでいこうかなと。脚力95。58か。素早さねえな、このメンバー。まあ、レベルもレベルだけど。竜のお守り、いや、まあまあ、とりあえずとりあえずこれでいこう。で東になんかビュンビュン風が吹いてるみたいなこと言ってたから、あとエベスさんだっけ、誰だっけ、エベルさんか、パール島だと。パール島とこいつだっけ、あ違う、これはトリーさんの話だ。ストームマウンテン、ちょっとのこのこ出かけていくと雷でドッカーンって怖いんだけどね。まあまあ、この島自体の探索もありますので、ちょ、まあまあ少し探索しましょう。もうねえし、もう南がない。うわー、あ、懐か、出た出た出た、毒トカゲ、懐かし、でかくなったな。ファミコンよりでかくなったな、こいつ。いいね。ギャース。だから何？効果音を口で言うの流行るのこれ。お前の名前絶対ギャースじゃないから。それ他人に付けられた名前でしょ、ギャースって。プリースト、スキル。スキル、スキル、うん。プリーストはわかるけど。こいつ回復ってことか。なるほどね。回復薬から落としていきましょうか。半減。ちょ、まあまあ、ちょっと、ん？あれ？ディフェンス、保守、味方。ディフェンス半分減って何？まあまあまあ、いいっすわ。78ホスピル。
よし、いいよ。うわー、強い。毒トカゲっていうぐらいだから、やっぱりね、前作と同様毒やってくるんでしょう。ミス。ま、これでやつ回復できなくなると思うんで、ファイヤーあんま効かなかったな。まあ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 、じっくりいこう、じっくり。もうラスダンですよ、ラスダンと一緒の気持ちで。こいつ仲間呼ぶんかい。しかもちょっとどいてあげるのね、これ。どいてあげて仲間も呼べるのね。そういう時代になったのね、これ。スペースなくてもどいてあげるんだ、これ。毒トカゲ優しいな、優しいな、毒トカゲ。顔いかついのに意外に優しいっていう。違う、あれ、そうか、ツイン全員じゃないんだよな。敵全体が弱えな。なるほど、なるほど。アースパンチでも、これちょっと待って、アースパン、まあいいか。トリトンが結構効いたのでいいかなと。優しいな、毒トカゲ。よし、噛みつきってちょっと怖いんですよね。 FF6 のさ、ティラノサウルス、まあ多分ね有名なんで、あいつの噛みつきやばくねっていう、あれのなんかトラウマみたいな感じ、心の底で眠っている恐怖を思い出すんですよ、噛みつきって文字見ると。これでいけるだろう。よーし、ナイス経験値。よしよし、どんどん上げていこう、どんどん上がっていく。いやー、まあまあ苦しいのは本当最初ですよ、最初だけなんで、多分ね、大丈夫です、大丈夫か。本当にこれもう東に向かっちゃうタイプですよね。飛んでる部族が飛んでいる、飛んではないのか、まあ普通の部族か、ドラゴンに、ミニドラゴンに乗ってる。なになに、ハイスライダー、かっけえし、名前が名前がちょっとかっこいいんだよ、ハイスライダー。やり投げ弱えしあれ、テッシーが硬えのかこれ。リンダ15くらったけど、あの槍でダメージ1なわけないでしょ。仮面部族いいやつばっかじゃないと。いやでも攻撃力光るね。うわ、バンが使ってくる。魔法を槍投げだけじゃねえぞと。そんなんじゃ生き残っていけませんからと。みんな進化している。まあでも大事だよな、私も進化しないとですよね、いろいろ。ずっと RPG ねやってってるわけですけど、まあアクション苦手、多少苦手というのもあるんですが、まあやっていきたいとは思うんですよ。でもちょっと街みたいの発見したんで、パール島、ここにエベルさんがいるということですね。これどっちかわからんのよ。こっちでいいの、こっちでいいのね。あ、でもこの曲っていうことは、モンスターはいないってことっすよね、多分。お、いた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 、どうもっす。誰じゃお前らは。ここをエベル様と言えと知ってきたのか。そっちのタイプ、そっちのタイプのお方。なるほどね。ふん、
研究の邪魔じゃ、さっさと出ていけ。テッシーはコリコットの日記を見せた。おや、なんじゃおや、コリコットの日記帳じゃないかい。何、この日記帳を読んでほしいだと。ちょっと待っとれ、優しい。この陸の人、モンスターもみんな優しい。なんと、ウーム。なるほど、大体のことはわかった。コリコットの予感はどうやら正しかったようじゃな。あの大隕石といい、各地で起こった異変といい、やはり何か起こっている。こうして火の会の勇者がシェルドラドに再び現れたのが何よりの証じゃ。弟子よ、我が父グレートノームはブリザランドに住んでおる。ブリザランドへ行くにはストームマウンテンを越さねばならぬ。じゃがあそこは落雷の嵐。モスウッドにいるトリーなら落雷にも耐えれる服を作ってくれるじゃろう。弟子よ、わしゃどうも嫌な予感がする。先を急いでくれ。おお、エビル、エビル、このわしは、こういうイベントポッと覚えてるじゃろ。絶対嫌われてるよこれ。お前にこの壺に閉じ込められたポット、そうなん、ご本人、閉じ込めたやつ本人。ふふん、誰かと思えばヘッポコ召喚士が証拠にもなくまだ生きとったか。ヒャハハハ、そういう仲なんだ。出せ、わしをこの壺から出せ。まあ確かにそれしか言うことないよね。それのみだよね、主張は。いや、じゃあ出せったら出せ。嫌じゃったら嫌じゃ。出せ。小学生か。うるさい、邪魔じゃ、とっとと出ていけ。これ以上わしの研究を邪魔をするともっと小さい壺に封じ込めるぞ。怖い怖い。くそ、覚えとれよ。おお、そうじゃポットよ。もしお前がテッシーの手伝いをして無事シェルドラドが平和になったら、お前をその壺から出してやろう。しっかり働くんじゃぞ。と、まあまあまあ、よくあるあるですね、パターン。こりゃラッキーじゃ。このままテッシーについていけば、壺からは出られる、ファットバジャーは手に入る、一石二鳥じゃ。わしにも運が向いてきたわいと、心の声が出すぎてますと。そういうことですね。4次元空間における呪文の伝導性と、その継続性の法則。やーべ、やーべ、頭痛くなるやつ。高いところははしごね。難しすぎて読むことができない。これはちょっとタイトルだけ読めたんだ。こっちはタイトルすら読めない。すごいね。これもいいね。このなんかランプっぽいやつ。ちょっと凝ってていいよね。研究してる感が出てる、ちょっと。3% ぐらい出てる。これ一応これあれゲスト用のベッド泊まらせてくれないけど、多分研究のね、多分仲間、まあ陰性とかが来るんでしょうね。お風呂、あっ、ちょっと普通のお風呂だ。え、お風呂で休める、斬新だな。回復している。なんでベッドじゃない。まあ分かるけど、右はなんだ、右、こっからも入れる。すり抜け、あ、これ上すりじゃない、はし、あれ、なんつうんだっけ、このあのはしご、首吊りするとこ。例え首縄やって首吊れるとこね。はい、そういう感じなんだね。天女の涙、ピアスじゃなくて光サンゴ、アゲインドロップ。アゲインドロップは多分復活。雑だな、雑だな。もうちょっと具体的に、わかりやすくはないか、わかるけどなーっていう。雑だな、雑だな。
あれ、あと一つ何、天女の涙、あ、これは戦闘王女、そうだ、雑なんだよな、雑なんだよな、いろいろ。特にはないですね。クモの巣張ってるよ、クモの巣。ここはあんまり掃除してない、できてないのかな、忙しくて。まあわかるけど、クモの巣までは張らない。トリーさん、トリーさん、雷に耐えられる服のこと何にも話してくれなかったけど、そこそこ買い物したけどねそこそこ買い物したけど一言も言ってくれなかったね。あ、ここは何もないと。じゃあもう右行けばいいだけかな。これでまた材料が必要じゃみたいなこと言われる可能性はあるよね。これ一歩間違えたら捕まるぞこいつマジで。ロックバスター、捕まってますよねこれ。水効くんかね。これは天使の歌聞かないとダメでしょ。天使の歌聞くよこれは。ロックバスターには気合の一撃。いや、 やっぱテッシーがずっといるからそこそこ強いんですわ。テッシーがこの他のメンバーですね、ドリ、ザルドンとかポットとかが普通っていうか、ちょ、まあ、何ポットに攻撃しようとしてんの、普通なんだよね多分。ザルドンも竜のお守りの方がいいなこれ。そうだね、そうしよう。海の敵が強かったのかな、逆に。なんか今全然空じゃないですよね。たまたまテッシーの攻撃がバキバキ入るからか。ボウラー、ヘビの方を主張した方がいいと思うけど。ういっす、ういっす。まあボール丸いところ、こいつも他人、人に、他の人から名前付けられたタイプだな。絶対ボウラー自身はボウラーだとは思ってないよ。ヘビって思ってるはずなんで。あー耐えるね、さすがボーラーだぜ。まあ3ターンか、3ターンで倒せるぐらい、まあまあまあか。まあ雑魚戦は2ターンぐらいがいいんだけどね。まあしゃあないしゃあない。クロースは魔法トーンかな、確か。まあ成長すればね全然いけると思うので、2ターンはきついな。どうしても3ターンだなこいつらは。どう考えても3ターンかかるね。特にないでしょだって。そうっすよね。とりあえずホスピ あーでもいけるか。2ターンでテッシーが右攻撃して、ザルドももう一回真ん中攻撃すれば、トリトンで結構30そこそこダメージいくんで、いけるね、これいけますね。まあ敵の方が早いんで攻撃は
されちゃうけど、ほら、いける。2ターン、そう、2ターンでいいんですよ。雑魚戦は2ターンでいい。オッケー。まあ、2ターンでも正直長えかなと。欲がどんどん出てくるから。鳥ばあさん、お姉さん、お、大殿合波かい？南の森にあるエリキソウがないと作れないよ。でも今は森にも怪物が出るからね、波の人間じゃ取りにゃいけないね。もしエリキソウを手に入れたら私のとこに持っといで、大殿合波を作ってあげるよ。そうそう、あんたたち、いやいやいや、営業がすごいな、見習わないとね。あのね、勢いは頼みに来た以外、まあとりあえずそこはエレキソーがないとダメだからと一旦話切ると。んでエレキソーだと、こっちですね。そしたら、だから南なかったもんね。だからこれで多分行くんだと思いますね。あ、森あった、南、あそこでいいのかな、もしかして。これテッシー、これ攻撃すると回復するじゃん。ツインブレイズ的なことをやって適当なダメージを全体に散らしといて、そうすればホスピル使わないんじゃない。こいつ使うんかい。あ、でもこの状態だとギャース真ん中のやつにちょっとダメージ入ってるから、あーでも微妙っちゃ微妙か。毒返し、なるほどね。トカゲにそういうことをやると返して、カウンター攻撃、進化してやがる。あのアホが寝たな。オッケー。竜の翼がもうなくなったのかな。靴下の営業だけだったよね。今2ターンでいけた？そここだわっちゃう。まあ一旦乗ってみようか。あ、ないよね、やっぱり。なくね。南の森、ここのこと？あるんか、こんなとこに。もっとダンジョン敵じゃないの。これは確実にね、一体一体潰した方が早いのよ、この手のタイプは。そんなことねえな、全体にダメージまぶした方がいいな、これ。そんなことなかった、全体にまぶした方がいいな、これ。この野郎、あー、おい。こういうことやるんだ、守り。貝に閉じこもってるってのあるんだ。今まで楽勝すぎて防御使わなかったけど、確かに使ってたわ、ファミコンの時な。めっちゃ使ってたよね。ファイアークロスじゃねえよ、ツインブレイズだよ。ファイアークロスより鳴き声クロスの方が強いんだわ。鳴き声クロス連発してくるから、あいつ、こいつら。あ、でもここで経験値稼ぎはできるね。そんな大した経験値じゃないけど、仲間呼ぶ率高いでしょこれ。
か右行っちゃうんですよね。ツインブレイズ、これで2体いけるっしょ。うえー、いや攻撃力高いなこいつ。意外になんか見た目しょぼいけど、しょぼいけど意外にこいつが強い。あの牙が強いんかな。これ槍投げてくるやつとかさ、ロックバスターとか気合いの一撃とか言ってきたけど全然だったじゃん。これ通常攻撃で10のダメージとかさ。ガルーダ来た、ガルーダ、FF3 で苦労するやつ。急に飛空艇壊されてさ、ね、あ、なんだあれって思ったよ。閉じ込められてさ、ここにある、これのこと？ちげえよね。ダンジョンじゃないのか。今 A 連打してるんですけど、いやねえわ。 OK、じゃあちょっと次回もうちょっと探索したいと思いますので、動画の移動お願いします。